ショータイム。やってましたよね。やってました。はい。はい、やってました。はい。二等兵の友人宛です。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はこちら、うん、カーシー博士のセルフ。セルフ。セルフですね。ごめんなさい。セルフヘルプ術。はい。プリーズアンダースタンドミーでございます。はい。自分のことを理解すると、うん、いろいろいいよと。うん、ざっくりですが、うん、で今日は ESTJ、うん、ESTJ、うん、外交感覚思考、うん、判断、うん、なんで神様で言うとエピメテウスですね。僕も全く逆。なるほど。外交感覚思考判断全く逆。全く逆です。はい、はい、ESTJ なので、うん、エピメテウスですね。エピメテウス。なんで、まあ、私と一緒です。SJ、私と一緒、はい。パンドラの夫でございますと。はい、うん。はい。の紹介。はい、で、この ESTJ は、うん、地域社会の中心人物とあります。なんで僕からすると地域かよって。うん、地域はでも世界も地域じゃないですか。日本も地域。さすがアポロも優しい。アジアもアジア地域。なるほど。強い責任感とあります、うん、まあ、SJ キスですからね、うんうん、ESTJ は自分の周りと非常にうまくやっていけるタイプであると、うん、地域社会にも精通し地域の中心人物であることが多い、うん、このタイプを表す言葉は責任感、うん、社会全体の約 13% を占めている。お、多い多いだ、ね、チャンネルあの見てくれる人も伸びるかもしれない、うん、伸びるかもしれない。秩序と規則が好き、うん、ESTJ 型は物事を整然と進行させたり、うん、規則や規制を細かく決めることが得意、うん、何事も正確に行われることが好き、うん、経験者から細かく指示されたことに注意を払わず、うん、仕事をきちんとしないような人間は我慢できない。僕が怒られる、ね、全く逆っていうのが分かりますね、うん、なんかエニアグラムで言うとなんかタイプ1とか、うん、タイプ6タイプ5とかに多いかもしれないですね、うん、このタイプは人を評価する際には標準的なマニュアルに基づいて行うことを好みますと、うん、ルールをきちんと守れない人に対しては怒りが爆発することもある。現実的なので新しい考え方や発想の転換などよりも実用できる新商品や新しい方法などに関心が向くとあります、うん、01ではなくて110、うん、が得意なのかもしれません、うん、責任のある地位につく、うん、ESTJ 型は自分が所属する組織や、職場、地域社会に対して忠実、家庭では信頼できる良き配偶者、うん、親になると、うん、自分の義務をよく把握していてたとえ大きな自己犠牲を払うことになってもこの責任からは逃れようとしない、うん、いい人。もうエピメテウスを見ているんですね概要欄載せておきますので、はい、職場、地域社会、うん、所属する宗教団体などで責任ある地位に昇進することが多い、うん、市民活動やクラブ活動にも熱心、うん、ちゃんと出席して発言力も大きく、うん、主要なメンバーであると、うん、時間には正確、うん、で他の人にもそうしてねって。僕の一番苦手なところですなるほど。でこういう人は人の意見はあまり聞かない。あ、 ESTJ 型は人の考え方や感情にいつも敏感というわけではなくて、うん、結論を急ぎすぎる傾向がある、うん、これはもう J 判断の人、うんうんうん、で反対意見に対しては謙虚に耳を傾ける努力が足りないこともある、うん、自分が高い地位にいるときは特にこの面を攻撃されやすい。あ、まあ、これはこうだからみたいな。そうですね、ルールだから、うん、決まってるから、言わずにやれ、やってよ、うん、ルールなんだからさ、うん、でこれを克服するには日頃から子供や配偶者、部下など自分を頼りにしている人の意見もちゃんと聞くと、うん、まあ、気をつけていくと、うんうんうん、まあ、それがあの嫌な面として出にくい、うんうん、はい、でこの人は整理整頓が好き、うん、
ESTJ 型は伝統ある組織やその活動によく適応するタイプで、組織を途中で見限ったり急激な改革を起こそうとする人々のことは理解できない。できない、うまく回ってんのみたいな、はい、なんで変える必要があるのって、いやここが気になるんです、もううまく回ってんだからいいじゃん、もうルールができてるんだよって。で、家庭でも職場でも決められたルールをよく守って、全てがきちんと収まるべきところに収まっていることを望む、職場でもプライベートでも整理整頓綺麗好きとあります、で、パーティーや行事が好き、人付き合いも伝統と慣習に従って望む、人間関係を円滑にする方法やルールを作って和をもたらし、不平不満が出ないようにする、家族の伝統行事も大切で、これは喜んで参加する、特に友人や昔の同僚親戚たちに会う機会のある送別会ピクニック結婚式などの行事が大好き、けど僕もこれはちょっと苦手、もうできれば避けたい、そうですね、あ、自分が目立てるならいいです、目立てもうめんどくさいんですよね、なるほど、多分全く逆じゃないですか、はいはいはい、もう地域のなんか組合とかもうそういうのはもうできれば避けたい、なるほど、 PTA 会長はやりましたけどね、それなんで頼まれたから断れなかった、断れなかったというかかっこいいじゃないですか PTA 会長、会長だよって会長だよ、で僕何にも一回も参加してないですからね、名前だ、あの卒業式と入学式はでスピーチしたぐらいで、母親は出てた、でも PTA のね会長の代わりに、いや出てないですよ、なるほど、あなんか副会長以下が全て好きって言ってます、ってことはまあ、あの、IN、FP、FP に任せるとそうなるってことですね、そうなる、PTA を任せるとそうなるってことですね、PTA 会長、あの、まあ、頼まれ方も出なくていいですから、あの名前だけ、名前だけ貸してくださいと、なるほど、で、ESTJ 型は本音と建前を使い分けたりしないので、親しくなるのは比較的簡単であると、頼りがいがあって守備一貫し見たままの姿が ESTJ 型の姿だとあります、さっと終わりましたね。いつもこんなもん、いやもっとある、もっとある、あ ESTJ に語られてることが、怒っていいですよ、でも多分 ESTJ 型は、僕はいいんですと分かってますからと、まあ、だからそういうとこなんじゃないですか、そういうとこざっくりしましたね今、そんなに語ることがない、あもう分かりやすいってことです、分かりやすい、分かりやすい、自分でももう分かってるってことですね、もう 13% いるじゃないですか、はいはい、16タイプあるのに 13% ですよ、すごいじゃないですか、もう分かってるってことですね、世の中の大半をこの人たちが占めてるんですよっていうと、多分でも一番多いのは私ですよ、何ですか、 I? あ E? S? ちょっと待ってくださいね、一番多いのは私でESFJ、T が違う、そうですね、 T が違う、僕思考がないです、で私は多分一番多くて、あでも私も 13% だ、だからそのあエピメテウスが世の中の大半を占めている、そうですね、あの義務で動く、まあ一番必要な人たちじゃないですか多分、まあ、あの一番損な役回りですね。そう、はい、そんな気がします、はい、頑張りましょう、はい、僕は ESFJ です、あの SJ タイプとして頑張りましょう、僕、全く逆な感じです、はいはい、まあ、攻撃はしたくていいですからね、こういうタイプもね、こういうタイプも必要なんですと、はい、というところで、はい、攻撃しないでください怒らないでって怒らないでって、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。